よ。あのさ、この前さ、私ドラゴンフルーツ食べたじゃんか。これあと2玉残ってんのね。アクシャムでそう。出なかった。で、この前食べた時に味しないって私言ったじゃん。で、なんか後遺症だのなんだのって言う人もいるわけさ。だからこれを別な誰かに食べさせようと思ってですね、今日はゲストを呼んでおります。おいで。座れる？あ、どうも、バイヤー高橋です。あ、バイヤー高橋です。いや、どっちでもいいよ。いや、ダメでしょう。この動画であんま他の人出てんの見たことないよ。いい？本題に入るけど、うん、これ食ってもらえないわけよ。すげえ。食べたことある？ドラゴンフルーツ。いや、ないです、ないです。あ、ないんだ。あ、もうこれは僕も思ってましたよ。何が？後遺症なんじゃないのって。おめえもが、うん、違うんだよ。これ食べるか。わー、じゃーん、すげえ。おっぱい。よしよし。あ、でもここ熟してる。そうだな。僕はもう味するかしないかを伝えるためだけの人なんで、僕は今日は何も言いません。そうそうそう。あ、なんかお皿あった方がいいか。垂れそうだね。そうね。気が利く。段取り悪いね。本当にすみません、お邪魔して。抜けた。あ、いいんですか。いってらっしゃい。あ、これ食べときは実食を言いますので。ああ、なるほど。それではドラゴンフルーツ実食。食え。いただきます。めっちゃ食う。進むね。私がこの前食べた感じと一緒、倍速で。食った。他のフルーツよりは味が薄いけど、きっとドラゴンフルーツの中では甘いんだろうなーって思いました。え？ややこしい。そんなん言ったら私が後遺症って言われるべよ。特殊でかっ。お、トルちゃん